はい、JR 田切駅に参りました。駒ヶ根市になるんですかね。国道158号線のとオーバークロスするように飯田線が駅ができています。築堤の上にある駅なので見晴らしは非常にいいですね。ご覧のように山が右に、こっちちょっと雲かかっちゃってますけど、すごい左に右に綺麗ですね。田切から飯島まで45分かけて歩くつもりだったんですけど、ちょっと厳しいな。ちょっとやめましょう。周辺の踏切を見て過ごすことにします。田切駅の駅名標が近づいてまいりました。これによると飯島町ですね。飯島町と書いてあります。見えますか？ちょっと大きいですかね。後で写真撮ろう。はい。出口どこなんだ。近くに第四種踏切あったな、さっき。あの列車から見えたんで、ちょっと行ってみようかな。なので今日は飯島駅まで歩くのやめよう。昭和59年生。最近このトイレを、この待合室をトイレと間違える方がおり、他のお客様が大変迷惑をしています。ひどいなぁ。列車の時間は、田切、12時13分の天竜峡行きが来ますね。で、飯島。210円。あ、20円足んない。階段はこんな感じですね。はい。はい、外に出てまいりました田切駅前です。画面の上にあるのが先ほど見た待合、トイレに間違えられた待合所ですね。で、この右下、これですね。これがどうやら、上にあった案内していたトイレですね。結構綺麗なトイレですね。で、その手前、なんすかこれ、アニメ聖地巡礼。あ、聖地巡礼だったら大したことないけど、聖地巡礼の発祥の地だって言うんですね。へー、何のアニメなんですかね。ちょっとこれ調べないとわかんないですけど。で、この目の前が、これ地元の駐車場と、このお寺さんの駐車場が兼ねられてるようですね。奥の方が飯島町の町営駐車場になってます。なんですかね、アニメ巡礼をこう、アニメ巡礼をして遊ぼうっていう企画を考えたのがここだったのか、それとも、ファンが勝手にやってきてですね、あがめ立てまつったのがここが最初だったんですかね。こういうね、アニメ巡礼の地なんですね。アニメといえばね、ニュースで、はい、失礼しました。サザエさんのですね、タラちゃん役の声優の方が亡くなられたというニュースが入ってまいりました。タラちゃん役、タラちゃんって多分、ね、3歳とかそういう想定なんでしょうけど、役の方は88?びっくりしましたね。あそこに踏切で、ちょっと行ってきましょう。ここはお寺さんですね。
除雪というか雪が溶けてるのはこの境内というかお寺さんのお家の前までで、そこから先は輪立ちしかない。あ、なんとあれ、止まれみよ第4種踏切ですよ。はい、近づいてまいりました。輪立ちしかないんですね、歩行者がいかにいないかっていう。で、この踏切そのものは車では通れない第4種踏切のたぎり踏切です。見えないね。よいしょっと。160キロ、521メートル。はい、ちょっと一旦、停止させます。はい、たぎり踏切ですね、紹介を継続いたします。なかなか雪深いですね。これ渡った先はどうやらまた歩けるみたいなので、ちょっと、進行を、継続いたします。おっとっとっと、どうやらですね、ここに以前は駅があったらしいですね。ちょっと渡ってみましょう。誰も除雪なんかしてません、雪のない時にもう一回来たくなりますね。よいしょ。ここのこの先のこれ見えるかな、田切駅の駅舎があった後の記念碑というのが出ています。ここに駅舎が、まあ、駅舎といっても待合室レベルなんでしょうけどね。こちらが、田切踏切のもう片側といった方がいいでしょうか。はい、では一旦踏切紹介を終了しますが、なぜかというとこの先ちょっと下り坂で怖いんで、両手開けた方が楽ですもんね。では一旦終了します。止まれみよ。はい、続いて、田切駅のただいまの状況です。先ほど、あった踏切、田切踏切ですね、駅舎後の、記念碑っていうんですかね、あれがあったあたりに駅があったそうですね。踏切の、稲福岡型って言った方がいいんですかね。はい、高台、これ上がるのか。はい、2023年令和5年の2月の11日、国民の祝日ですね。先ほど見たアニメの巡礼元祖の日の逆側にこういった階段が設置されています。息を切らしながら上がるのがちょっと恥ずかしいんですが、ゆっくり上がりましょう。この先12時20分台に、飯田方向に進む上り列車がやってくるそうです。あれ、はい、続きましては田切駅の、辰野方に来ています。辰野方ホームの端まで来ています。ここから出ることはできません。稲駅長と、名前でここから出ないでねって書いてあります。
この先の第四所踏切、田切踏切の、ここから見て踏切の向こう方に昔田切駅があったようです。なかなかすごいな。ここは昔から築堤だったのかな。時刻は11時56分7分ですね。いやー、いい天気だな。いい天気だけど、雪がなければね、いろいろなことが変わってるんですけど、なんか先ほどの巡礼元祖の記念碑の裏にはなんか念仏みたいに能書きが書いてありますね。まあ、あれを見ればひょっとしたら何のアニメが元祖だったのかがわかるんでしょうけどね。隣の駅まで2キロちょい徒歩で45分ってさっき Google マップに出たんですけど、いやちょっと踏切がね、踏切というか線路が道路からだいぶ離れてるんでちょっとやめました。足元もねぐっちゃぐちゃ、靴もね、靴の中がだんだん濡れてきてですね、13分になろう。で、ちょっと予定より1本早いので来ちゃったんで、どっかで降りようかな。この先七久保から七久保で降りる予定だったんですが、まあ、七久保で降りるんですけど、もう一駅ぐらい降りれますね。駅と駅の間が短いところで降りたいですね。今日みたいな足元の悪い日は。田切駅です。田切駅はですね、まあ、ちょっと私まだ歴史などをちょっと調べてないので、調べていろいろウェブにアップしようかなと思っていますが、大田切駅と同じでですね、やっぱちょっと寂しい場所にありますね。大田切駅と田切駅に何か関連性があるのかしてわからないんですけど、偶然ですかね、駅名が似通ってるのは。JR 田切駅です。まもなく正午を迎えます。飯田線の駅は90以上ぐらいあるんじゃなかったでしたっけ、確かね。うん、駅と駅の間が比較的短いのは、12時ですね。伊那市よりも先ですね。伊那市より先の辰野方向に進んだ方向に行くと駅と駅の間非常に短くて回りやすいんですが、駒ヶ根よりも豊橋方はだんだん駅と駅の間が長くなってきて、まあ、別に私が歩くために駅設定してるわけじゃないんで仕方がないんですけど、はい、12時ですね。全部乗り降りでのはきついなあ。まあ好き好んでやってるんで別にきつくたってやるんですけど、
今朝の、今日のお昼のニュース、NHK ニュースのトップは、オリンピックの談合疑惑、疑惑じゃないな、もう実験ですね。話を聞いてると、だいぶひどいですね。代理店と政治家なのかな、森喜朗はもう、現役の代議士ではないので、なんとも言えないんですが、森喜朗氏と、あと代理店の人間が、だいぶ結託してますね。あれ、森喜朗は逮捕されないんですかね。あれ、立派な収賄じゃないですか、あれ。うん、でまた代理店側の人間は、ちらほら逮捕者が出てますよね。いや、やったオリンピックはほとんどの我々国民側からすると見ることもできず、仮に見ようと思ってもとんでもない金額の入場料だったりするんですよね。野球競技のチケットなんて外野席で1万円超えるってなんだそりゃって感じですね。誰のためのオリンピックなんだろう。まあ誰のためのって言われたらアスリートのためのオリンピックに決まってるんですけど、まあここまでね、利権が絡んでくると、例えばテレビ中継の放映権ですとか、あとスポンサーですよね。スポンサーにならないとオリンピックを見ようって言って広告打てないんですよね。なのでパナソニックってはっきり言っちゃいますけど、パナソニックは別に多分これ正しくスポンサー契約勝ち取ってると思うんですけど、パナソニック以外は話題のスポーツイベントを見ようとかですね、そういう濁した書き方になっちゃうんですよね。あんなもん開かれたものにしてしまえばいいんでしょうけど、そうすると今度オリンピックの主催者側が儲からないっていうより、一定の 収益出しちゃいけないんだろうから、損をしてしまうって言った方がいいですかね。オリンピックやって損をしたら本末転倒ですから、まあ、できればプラマイゼロになるぐらいの収支になるためにスポンサーを集めてるっていうんであれば分かるんですが、だとしたらもうちょっと公平にやった方がいいんじゃないですかね。また汚職だとか、僕なんか札幌も名乗りを上げてますけど、あれじゃ名乗り上げにくいですよね。まあ、冬季オリンピックがそこまで盛り上がるのかっていう話を、冬季オリンピックを開催したことがある長野県で話するのもなんなんですが、ね。長野県といってもですね、伊那で確かオリンピック競技ってやったんですかね。長野オリンピックって軽井沢と長野市と、あと白馬村でぐらいしかやってないんじゃない、あとやってるとこあったら教えてほしいんですが、白馬村ね、カーリング競技とスケート競技、一部のスケート競技やってますよね。で、長野は、まあ、MWAVE、スピードスケート、フィギュアスケート、あとアイスホッケーが行われているはずです。白馬村はジャンプですよね。クロスカントリーとかもやったんですかね。この3カ所ぐらいで、あと他オリンピックってやってんですかね。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、列車13分に来るってことはぼちぼち来るのか。一応列車接近するとこいつが鳴動するから分かるんですけど、待合室の中に、ここにあるこれですね、この中から音が聞こえますね。多分これ市役所の防災無線なのかな。
なり謎の無線が鳴ってびっくりしましたけど、鉄道関係の列車遅延のアナウンスなのかと思って耳をそばだててしまいました。また地方からこっちが先頭だな。はい、じゃあちょっとある13分、まあ列車が定時で来るとも思えないんですけど、13分の、列車を待ちましょう。私本日予定を書いた紙をですね、もう持参するのを忘れてしまいまして、予定を組んだ時の、記憶をたどって、慌ててスマートフォンで、列車時の発車時刻等を調べてどこで降りるかを思い出しながら書いたんですが、はっきり言ってこう今日の予定はぐしゃぐしゃですね。まあおおよそこの辺で降りればいいかなと思ってる駅でちらほら降りてるんですが、最終的には5時50分飯田駅から出る新宿行きのバスに乗れればいいんで、まあ、それまでに目星い駅で乗り降りしながら、はい、今日は青春18切符もありませんし、飯田駅から辰野駅までは JR 東海が設定している青空フリー切符も対象外なので、今日は普通乗車券を借りて乗って降りています。普通乗車券をあらかじめ松本駅や辰野駅の切符売り場で買ったりですね、車掌さんから切符を買ったりしながら持っています。意外と面倒くさいんですが、鉄道会社の収益ってこういうところから発生したりするんでしょうからね、青春18切符のようなフリー切符で乗るよりも尊い乗り方だというふうに思っては自家自産してますが、まあ私の、JR は運賃安いですからね。奥の方で信号が踏切が鳴ってるような音がするんで、おそらく間もなく来るんでしょうね。時刻は9分だからまだ来るわけねえか。ありがたいことにですね、ただいま私の、この YouTube チャンネル、拙い YouTube チャンネルで前大変恐縮なのですが、登録者が増えたようでございます。ありがとうございます。まるであの JR の労働組合のですね、解放に出ている誰々君加入とか言ってですねやってるのと同じぐらい嬉しいですね。一人加入すると、ああやって大々的に広報されていくって、まあ私は労働組合のない会社にいるんでよくわかんないですけどね。ありがとうございます。チャンネル登録をいただきましてありがとうございます。先ほど確認をしたところで970名様にチャンネル登録をいただいています。ありがとうございます。はい、
ぜひぜひですね、コメントなどをいただいてコミュニケーションが取れれば非常に嬉しいです。生放送ではないのでリアルタイムに確認することができないんですが、私の拙い喋りと、なんかたまに行く、面白い場所、自分で面白いっていうのもなんなんですが、紹介できればと思っています。こういった田舎の駅もいいですし、田舎って言ったらこの人失礼ですね、こういうなかなか来ないような場所もいいですし、たまに大都会のマニアックな駅、この間北参道の駅を取り上げてあんまりリアクションがなかったんで、ああこんなもんなのかなと思ってますが、東京メトロの駅でも結構北参道ってねマニアックな駅だと思ってたんですが、よくよく考えたら渋谷の次の次ですからね、そんなでもないのかな。来ないっすね。今がこれ10分なんですかね、ラジオが、今11分ですね。ラジオが地方ローカルニュースに変わりましたので、全国ニュースからですね。いや長野にね結構秋口から結構来てるんですけど、秋口から長野にちょこちょこ来ててもテレビってものをほとんど見ないんで、長野のテレビ局って覚えないですね。風の噂によるとテレビ東京系列はないらしいですね。まあなんせホテル泊まっても家にいてもテレビ見ないんで、しょうがないですけどね。テレビ見ちゃうとそのテレビに集中しちゃうんで、もったいないのかな。まあ、地方のローカルテレビを見るっていう楽しみもあるといえばあるんですが、長野にそういったものがどんだけあるのかよく分かってないんで、北海道に行ったらね、そういうの見ちゃうかもしれないですけど、名古屋と大阪派でテレビ意外と面白いんで、ローカル番組を見たりしたいですけどね。列車来ないですね。定時では来ないと思ってましたが、踏切が音が聞こえたのは空耳だったんですね。あ、今鳴りましたね。踏切ではないんですが列車接近装置ですね。来ました。2両編成だからここか。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。また後ほど動画を作成しますので、よろしければご視聴ください。天竜峡駅到着です。ありがとうございました。